皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。今日はコイルコンデンサーの選択方法についての話です。このようにですね、コイルとかコンデンサーをシート上に置きますよね。そして右クリックを押します。そうするとこのようなダイアログが出て、ここに数値を入れたりするわけですね。ここに直接入れるのも同じことです。随分前からですね、こちらに別のボタンが追加されているんですよね。このボタン、セレクトインダクターっていうふうに書かれていますよね。これはどうやらコイルの部品をですね、選ぶためのボタンということらしいんですね。クリックしてみましょう。このように出ますので、ちょっと広げてみますね。こういう感じでしょうか。スクロールしていきますとですね、ものすごいたくさんの量このようにあるわけですね。こんな中から自分の目的とするものを選ぶのはなかなか難しいというふうに思って諦めた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。またコンデンサーの方もそうですね。右クリックでここにセレクトキャパシタってありますよね。これをクリックすると同じようにですね、こういうふうにたくさん出てきます。これもスクロールするととっても選びきれないほど、何かライブラリが入っているわけですよね。今回はですね、たくさんのライブラリーの中から上手に選択をしてくる方法と、そしてそのライブラリーにですね、自分が作ったモデルを追加するというふうなこともお話ししていきたいと思います。これらのことはですね、単に選択すればいいだけの話になるんですけども、ちょっとしたコツがあるんですよね。それは何かというと、検索をする前にまず必ず数値を入れることなんですね。例えばここ1ミリヘンリーということで1ミリと入れたとしますね。そうして右クリックをしてセレクトインダクターっていうふうにやりますと、このようにですね、1ミリつまり1000マイクロヘンリーですね、1000マイクロヘンリー近辺のものだけがある程度ですね、抜き出されてフィルタリングされて出てきているわけですね。大きいものも小さいものもありますけども、2桁以上離れたものはないような形で出てくるんですね。そしてですね、このインダクタンスのところをクリックすると、このインダクタンスの数値で並び替えが行われるわけですね。このようにですね、値の大小で並び替えられるわけですね。これもう一度クリックすると、上下が逆転するような形で小さい方から並ぶということですよね。さらにですね、この MFG というのはマニファクチャーということでメーカーですよね。このメーカーでソートすることもできますね。こんな風にですね、バーンズから始まってますね。アルファベット順なのでね、バーンズ上に来ちゃいますよね。そしてですね、当然パーツナンバーでもソートできますし、この IPK っていう数値でもソートできます。この IPK はですね、インダクタンスに流すことのできる最大電流ですね。そして RSER、 このインダクタンスが持っている抵抗値ですね。こういったもので選択をすることができるわけですよね。ソートはですね、複数順番にできますので、例えばですね、よくやるのはこのまず IPK でソートしますね。なぜかというと、コイルは線の大きさによって流せる電流が決まってしまっていますので、自分が流したい電流のピークをここでまず探すわけですよね。このようにですね、例えば 0.5 アンペアなんていう風な形になりますと、こういった形でですね、バーンズあたりもありますし、このウルトエレクトロニクスっていうところもありますね。このウルトエレクトロニクスって私あんまり馴染みがなかったんですけども、調べてみますとですね、ドイツのメーカーのようですね。そしてですね、次にこのマニファクチャーで、ソートするわけですよね。
まあ、そして上に行きますとですね、バーンズの中で電流が小さい順から大きい順っていうふうにこういうふうに並びますので、まあ、0.5 アンペアのところで、まあ、1ミリヘンリーというふうな形ですと、まあ、ここというふうな感じでしょうかね。まあ、こんなふうにして選ぶと目的のものがまあ早く見つかりますよね。まあ、他のメーカーですとこの下の方に行きましてコイルクラフトですとまず 0.5 アンペア近辺のところへ行きまして、まあ、そしてですね線のところを探すわけですよね。この辺にありますかね。ここですね、まあ、2つほどありますけどもこのように複数あるときはですねここ RSER 直流の抵抗値、まあ、これが近いもの自分が使う部品に近いものを選ぶといいかとは思うんですけども、まあ、まずはこれどれか一つ選びまして OK っていうふうにしますね。そうしますとこのようにですねちょっと前動画作成しました。さあ始めよう、コイルインダクターの内部表現っていうところで説明したこの値のところにですね数字が自動的に入ってくるわけですね。この中でですねこのピークカレントの数値はですねこれは目安として使われていると思っています。まあ、スパイスの中ではですね最大電流って決まらないのでおそらくこれは部品を選ぶための目安の数値だというふうに思います。まあ、そしてここからが一つワンポイントのコツなんですけども、まあ、この状態で別のメーカーに買いたいというふうに思いましてこのセレクトインダクターのボタンを押しますね。まあ、そうするとこのように出てくるんですけども実はこれ先ほどよりもですね違う形でフィルタリングされているんですね。まあ、それはどういうことかというとある程度もう設定されている内容でフィルターがかかっているということなんですね。まあ、ですから IPK でそうとしましてですね一番小さいものを見てもですねうんと小さいものはなくなっていますよね。まあ、先ほどよりは種類が減っているんですね。まあ、それではということでこちらにですね全部表示しますよというボタンがあるんですけども、まあ、これをクリックしてしまいますと全部が表示されてしまうのでまあ、えらいことになるわけですね。全く値も全部出てくるわけです。まあ、ですから再検索をするときはですねこういったところの数値これをですね一旦消してから再検索するのが賢明かと思います。これでもう一度検索っていうふうにしますね。まあ、そして IPK をクリックするとうんと小さな未定義の0とか 0.35 とか先ほど出なかったものそういったものもちゃんと出るようになるわけですね。まあ、それでこの IPK の後マニファクチャーで相当して、まあ、このようにですね1000マイクロヘンリーっていうふうに選べばいいわけですね。マニファクチャーこれ見ますとですねバーンズそれからコイルクラフトそれから村田も少しありますね。ここに村田の線なんかがありますね。であとはウォルトエレクトロニクスっていうところですね。まあ、今度はコイルクラフトを選んでみます。これで選びましたですね。そうするとこの中に入ってくる数値はまた違っているわけですね。こちらのコンデンサーも全く同じ感じですね。右クリックをしまして、まあ、0.1 マイクロファラドっていうふうにこう入れたとしますね。そうするとこの状態でセレクトのボタンを押しますと、まあ、0.1 近辺のものこの桁前後のものだけがですねこのように選ばれてくることになりますよね。まあ、それでコンデンサーの場合はですねどんなコンデンサーかっていうタイプで選ぶことが多いですよね。あるいはボルテージで選ぶことがありますよね。まあ、今回はですねまずタイプで選んでみたいと思います。まあ、タイプの中にはですね 0.1 マイクロこの X5R というのは高誘電率のコンデンサーのことを意味してますね。村田このようにありますよね。耐圧 4V になってますから耐圧がもうちょっと高いやつ、まあ、この辺でしょうかね。
25V の 0.1 マイクロファラット、これをこのように選びます。また先ほどと同じようにモデルを変えたいときは右クリックをして、こういったところをですね、全部消して、それで選択をすればいいということなんですけども、例えば耐圧だけは 25V にしたいというときには、この25という数字残した方がいいかもしれないですね。そうするとですね、こうやって見ると25よりは大きい数値のものだけがソーティングされてきているようですね。賢いですよね。それでは今度はですね、このウルトエレクトロニクスのところの固有電率の 50V のものを選びます、そうすると中にいろいろ数値が入ってきています。さてここでもう一つポイントがありますね。これどこのメーカーにセットしたか覚えてます？すぐさっきのことですから当然覚えてますよね。ですけども何日か経てば忘れてしまいますよね。そしてこれ右クリックしても、メーカー名出てこないんですね。何のメーカーのものを選んだかを見るためにはコントロールキーを押して右クリックをします。そうするとよく見るこのダイアログが出るんですけども、ここのラインにですね、マニファクチャーっていうふうに入ってますね。コイルクラフトを選んだことがここに記録されているわけです。コンデンサーもそうですね。こうやってやりますとですね、マニファクチャーでウルトエレクトロニクスが選ばれていることがわかるわけなんです。画面がですねごちゃごちゃしなくて表示しないのはいいことなんですけども、時々ですね、あれってやっぱり思いますよね。そういう時のためにもう一つの方法があるんですね。それはこのビューからビルドオブマテリアル、こちらを選びまして、ショーオンスケマティック、これをクリックするんですね。そうしますとですね、この下にですね部品表が追加されるんですよ。これスペースバーで全体表示しましょうか。こんな風になるんですね。私コイルクラフトを選んだつもりが、実際にはコイルトロニクスを選んでましたね。こういった風にですね、ちゃんとコメントとしてここに出てくるんですね。ただこれはですね、普通のコメントと違いますので移動できません。例えばここの手のマークでですね、握ろうと思っても握れませんし、コピーもペーストもできません。いやいや、これコピーして他のテキストに持っていきたいよねって思った方、そういう方はですね、こちらのビューからビルドオブマテリアルでペーストツークリップボードを選んでください。そうするとクリップボードにこのテキストが入りますので、別のテキストエディターにペーストすればこの文字が貼り付けられることになります。もう一つお伝えしなきゃいけないことは、このコメントはですね、この回路図閉じますとなくなります。ですからここにもう一度出したいときはですね、先ほどのビューのメニューからビルドオブマテリアルを選んでください。すでに出ているやつをですね、消したいときはこのチェックを外せばいいわけですね。そうするとこのように消えます。単に操作のことだけをお伝えしたいのであれば、ここで話はおしまいなんです。簡単でしたでしょ。用意されているものを選べばいいだけの話ですよね。それではこれからこれらの選んでくるパーツがですね、どんなレベルなのかということと、そしてそのライブラリーにですね追加をするための方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。まずはコイルから、こちらにですね、前回アナログディスカバリーで計測した1ミリヘンリーのコイルを置いています。そしてですね、こちらには先ほど説明した方法でパーツを引っ張ってきています。ビルドオブマテリアルを表示してどこのメーカーか調べてみましょう。ボルトエレクトロニクスのパーツナンバーがこういった型番のデバイスで、1ミリヘンリーで300ミリアンペアがピークのコイルですよということで、いいですね、分かりやすくて。
まあ、片やこちらはですね、アナログディスカバリーで計測したやつで、まあ、以前の動画でですね、説明したものですね。これシミュレーションで確認してみましょう。まあ、こんな風に2つ非常によく似てますね。これ本当に偶然なんですよ。たまさか選んでいくとですね、こういう風によく特性の一致したものが、まあ、あったということですね。まあ、それでは他のメーカーはどうなんでしょう。ここの部分を全部消します。この IPK だけ 0.3 残しましょうかね。そしてセレクトをします。まあ、今度はですね、このコイルクラフトの 0.3A 1000マイクロヘンリーのパーツを選びました。まあ、ここをこんな風にですね、ちゃんと部品表変わりましたね。これで確認してみます。どうでしょう、全然違うカーブですね。まあ、ここからここまでの間はリアクタンスの変化ですから、まあまあ同じようなカーブになるわけですね。1ミリヘンリーというカーブです。しかしこのボトムのところはですね、直流抵抗によって変わるわけですね。でそしてですね、この上限もですね、磁気飽和として、まあ、これ以上にはなりませんよというふうな形で制限は加わっているものの、こういった共振の形は出てきていないんですね。まあ、コイルクラフトさんはこうだというふうに言っているわけなんですけども、おそらくこの1ミリヘンリーぐらいのコイルではですね、こういう共振点持たないはずないんですね。まあ、ですからこの部分はですね、結構怪しいかなというふうに思っています。まあ、このようにですね、各メーカーのものをいくつかプロットしていきますとですね、このように共振点をちゃんと明確に表示しているのはこのウルトエレクトロニクスだけだったんですね。まあ、全部当たったわけじゃないですよ。いくつかサンプリングしてみたんですけども、まあ、これここに共振点がない理由はこちらを見ればよくわかるんですね。これ右クリックしますと、こちらにですね、パラレルキャパシタンスがないんですね。内部表現モデルとしてこのパラレルキャパシタンスがない限りはですね、こういう共振は絶対起きないわけです。まあ、ところがですね、パラレルキャパシタンスのないものって、まあ、ないわけですね本来。まあ、ですからそういう意味ではですね、このモデルはですね、そういうことを厳密に追求していませんよという、そういうモデルだということですね。まあ、それに比べてこのウルトエレクトロニクスなんですけども、これまあ例えば選びますよね。まあ、そうすると型番、さっきの型番よりちょっと違う型番なんですけども、まあ、これシミュレーションで確認してみますと、まあ、こんな風にですね、共振点大体一致してますよね。そしてここの直流抵抗が違うので、この辺は当然違うわけですね。パラメーターを見てみますと、ちゃんとこういう風にですね、並列容量が記載されているわけですね。まあ、1ミリヘンリーのコイルの中にはですね、村田製作所さんのものもあるんですね。例えばこれを選びますね。まあ、それでシミュレーションで確認するまでもなくですね、これを見ますとですね、まあ、パラレルの抵抗もパラレルのキャパシタンスも入っていないわけですね。まあ、こんな形で、まあ、このようにですね、低域での特性は出ているものの、周波数の高い方向でですね、何の磁気的損失もなく理想的なカーブで終わってしまってますよね。メーカーが出してきたデータを LT スパイスの中に入れたんだと思うんですけども、えらく落差があるんですね。今日はここまで。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。